こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。月1払いの限度額を上げることができません。上限越えのやり方を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画では、YouTube からの視聴者様ですね。から、えっ、ー、と、質問がね、ありましたので、ぜひ、 お答えさせていただきます。え月一払いの限度額の上げ方なんですけど、これはですね、メルカリから直接個人宛にメールが来ます。で、えっ、ー、とですね、今回ですね、えー、私は月1払いの限度額が2万円だったんですけど、えー、なんとですね、5万円に上がっていました。で、 この上がる範囲っていうのはですね、メルカリの方で決めてますので、ちょっとわからないんですけど、私は全然月1払いしなかったんですけど、5万円まで上がりましたので、これはね、メルカリを利用すればするほど、自動的に上がってくシステムであるかと思います。はい。で、えー、とですね、こちらを見ていただくとわかるんですけど、まあ実際来たんですね。こういった風に。で、 これです。2万円が5万円まで上がってますので、これはね、あの、確実に上がりますので、なので、もし、限度額を上げたい方はですね、メルカリをね、利用し続ければ、上がっていくかと思います。はい。もしね、詳しい詳細はメルカリに直接聞いてね、いただければいいかと思います。はい。 では今日は、今日もありがとうございました。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。